7月7日、松山市北条道の駅ふわり前の海岸でオープンウォータースイミングの大会が行われました。海、川、湖など自然の水域で行われる長距離の水泳競技オープンウォータースイミングは、泳ぐ技術だけでなく危機管理も含め自然の中で泳ぐ経験や知識も必要となります。懸命に泳ぐスイマーたちを水面に浮かべたサーフボードの上で見守る人たちがいます。彼らは松山ライフセービングクラブのメンバーです。長距離を泳ぐスイマーたちに異常があればすぐレスキューに向かえるようにつぶさに監視しています。十分に歓迎できる技術と体力を持ち合わせたスイマーたちですが、泳ぐ場所は海という自然。当日の体調やさまざまな要因で何が起こるか分かりません。事故を未然に防ぎ人命を救助できるだけのスキルを持ち合わせたのがライフセーバーなんです。一人救助されました。スイマーに何が起こったのでしょう。クラゲで、クラゲで足刺されて泳げなくなった。もう本人がリタイアしたんです。この一回止まってこの水中メガネを上げたり下げたりする癖があるんですよね。こういう人はそういうとこをじっと見てますね。うん、手あと手の動きが肩が上がらんようになってきたとか、はい、もう僕らもいつ溺れてしまうか分かんないんで、そういう人でちゃんと見てもらってる人がいるっていうのはすごく心強い存在です。はい、このレース無事に終了しました。この瞬間がライフセーバーのメンバーにとってホッとする瞬間です。いやもう万々歳ですね。はい、まあ、自分らは活躍しないのが一番いいなって本当は思ってます。松山ライフセービングクラブは今回のような水辺のイベントの監視救助活動のほかにライフジャケットの着用指導などさまざまな安全に関する活動を行っています。特にライフジャケットの着用は船に乗る人たちだけでなく海水浴に来た子どもたちにとっても事故防止に有効です。一番は海が何が楽しくて怖いのかをまずは知ることだと思います。海に来てたくさんの思い出を、作っていただきたいです。でその上で安全に気をつけて、楽しく遊んでいただけたらなと思います。海と日本。